アフガニスタンの女性がブルカをかぶっているところ、ブルカカオブの小サイズ二人のアフガニスタンの女性二人のアフガニスタンの女性ブルカは、伝統的にイスラーム世界の都市で用いられた女性用のベールの一種である。歴史的にはアラビア半島、エジプトやシリアで用いられた顔の多いを指すが、現在の日本語の用法は主にアフガニスタンの女性が用いるものを指す。 テント状の布で全身を覆いイスラム教徒の女性が肌を他人に見せないようにし顔の部分のみ毛状になっており視覚を確保する。ブルカの特徴はイランなどで一般的なチャードルがスカーフ状の方形布であり大きさが様々であるのに対し帽子に染色されたヒダのある絹などの布が縫い付けてありテント状の形状であることである。多くはかかとまでの全身を覆う。なおこれは 西欧語やダリー語、パシュト語では、チャードリーといい、ブルカは本来、チャードリーの内顔を隠す重布が全身を覆う、布とは別の布でできているものを指す。欧州では脱宗教制、政教分離の概念、イスラム系移民との圧力、などの問題を象徴するものとなっている。サルコジ大統領は2009年以降、フランスではブルカを受け入れないと主張。2010年に、 政府法案を提出。禁止法案は、学校、一般道路など、公共の場でのブルカ着用を全面的に禁止している。心境、表現の自由の侵害だ、などの批判も強く、論議を呼んでいるが、同年7月13日会員では、圧倒的多数で可決、同年9月14日上院でも、圧倒的多数で可決され、同法は成立した。 2011年4月11日、同法が施行された。ベルギーでは、ブルカと2カを禁止し、着用するものは罰金、または最長7日間の禁錮刑が課される。2011年9月にはオランダで同様の禁止法案が閣議決定されており、2018年8月にはデンマークでも同様に施行。また、スペインなども同様に検討している。 ブルガリアでは愛国戦線が議会で治安対策として公共の場所でのブルカ着用を禁止する法案を提出し2016年9月30日に可決した。違反者には200から1500レバの罰金が科される。また登録された宗教の礼拝書や職業、文化活動、健康上の理由である場合は着用が許可される。与党である ヨーロッパ発展のためのブルガリア市民は犯罪の監視を強化する目的だと説明したが、トルコ系の政党は反発して議会から退場している。スイスでは国民党が提案した公共の場所でのブルカと2株着用を禁止する法案を2021年3月7日の国民投票で賛成51.2%、反対48.8%の僅差で可決した。 ルツェルン大学の調査では、スイスで二株を着用している女性は20人から30人程度とされている。この法案に対し、緑の党とスイス国内のイスラム教団体は、性差別や人種差別だと非難している。自らの意思で着用している女性が圧倒的多数派だとし、女性抑圧との関連性は薄いとの主張も存在する。 自らの意思で着用しているムスリムの女性たちは、では、ミニスカートにタンクトップにしたら、女性が解放されるとでも言うのかと反論している。ヒジャブを着用したイエメンの女性、ありがとうございます。